引退する勇気がなくてですね、風呂入ってきました。以上は、はい、わかりませんこれ放送禁止用語とかあったらやばいよな。やるやる言って遅くなってすいません。髪型バッチリ、ありがとう。ありがとうっていうか髪言ってるだけなんだけど、ありがとう。髪切る人がうまいだけや。わかりませんわかっとるやん待ってたよ、ありがとう。お風呂入ってて偉い、偉いでしょ。お風呂はね、毎日もちろん入ってるんですけど、お風呂が入るのはめんどくさいの。でもお風呂は好きなの。だけどお風呂入るのはめんどくさい、あ、お風呂入るまでめんどくさいの。わかる？この気持ち。お風呂入るのめんどくさいって言っただけなのに、お風呂入ってないって言われていや、お風呂は入っとる お風呂は浸かるよ、毎日浸かってますよ。わかる、わかるよね。わかってくれて嬉しいよ。すっぴんですか？すっぴんですよ。パジャマ全身見たいはちょっと恥ずかしいんで自粛しますバドミントン楽しかったよ。週一やるっつって全然できてないけど。そうなのよ、入ってしまえばいいのよ。そうなんだよ、入ってしまえば。むしろね、お風呂ね、楽しすぎてね、あと本当に冗談じゃなく最長5時間入ったことあるんですよ、お風呂に。すごいでしょ。ずっと YouTube 見てた。雪のせいで原付で転んだので慰めてください。お疲れ。どうもいいです。待ってください、今。やばいね、それ。ふやけるじゃん。そうね、もう覚えてないけど、5時間後上がった時、どういう感じだったかな。多分指、指紋なくなってたと思うんだよね。何度のお湯？多分最後36度ぐらいになってたんじゃない？追い抜きもせずに36度ぐらいの、入ってる時は分からんやん。けどさ、上がって触った時に冷たみたいな感じでした。眠くなってきた、やばいぞ。毎朝本当に遅くなってしまって、今日はですね、あれなんですよ。私は1月12日が誕生日だったんですよ。でも今2月10日なんですけど、この謎なタイミングでファンの方からいただいた誕生日プレゼントをお披露目したいんですよ。それはね、なんでかっていうとね、見てもらえば分かるんですけどね、すごいんですよ。じゃじゃーん、見て、これさ、手作りなんですよ。Handmade、My birthday book。 いや、でですね、これ何かっていうと、じゃじゃん、見て、ガチよ、ん？あ、そっか、判定しガチオタたちが27歳の愛ちゃんに送る愛の手紙。やばくない？
これバースデーカードっていう私が出た映画のポスターなんですけど、すごくない？でね、これは何かっていうと、ちょっとアカウント名見えちゃうから、これガチオタの子たちが私の写真とバースデーメッセージをバースデーメッセージを Many many birthday message and my images で溢れた写真集冊子みたいなのを作ってくれて、めっちゃすごいと思って、多分これ総勢何十人数えますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 計17、18人くらいからのねメッセージを集めて、多分1人の子が作ってくれたの。マジありがとね。いや、マジありがとうって言いたかったんですよ。今日、なんで英語なの？今日ね。今日ずっと友達と英会話のレッスンしてて。ずっとこうやって混ぜて喋ってた。で、私は英語できないんですけど、中1で止まってるんで、英語は。で、友達がその英語を喋れるんで、何？質問して教えてもらってました。Should, would, could, been 何ですかこれはって言って教えてもらってました。いや、あ、発音きれい、あ、ありがとう、ありがとう。まあ、あとは少しちょっと舞妓さんを見てくださった海外の方が、コメントをくれることが多くなってきたので、さすがに、英語を喋れるようにならなきゃいけない。 I should speak English. あ、oh, no 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 mistake mistake oh my god oh my god。 とりあえずこれを、これもありがとうなんですけど、これもね、個人の子からいただいた、さ、見て、My 横顔、 I'm 横顔、 I'm 横顔はちゃうわ。ほら見て、恥ずかしいけど、プロフィールを書いてくれたり、私の出演作をといろんな写真を集めてくれたり、yeah. last year 去年ってなんていうの、 last year 出たムービーの僕は出たっていうか声優にやった作品の感想をくれたりとか、とりあえずこういう、もう見て、あ、愛ちゃんの好きなところ、ベスト27って、私がね、27っていうね、私の年齢に合わせてね、27個もね、書いてくれたりとかね、超可愛いんですよ。マジ可愛い。何？なんでそんだけ、ね、ようわからんアラビア語を書くのやめな。アラビア語かも知らんけど、書くのやめな。っていう、素敵なプレゼントをね、いただいたんです。まあ、あとは、その、住所載ってないやつとかだと、お手紙。住所の載ってないやつ、ちょっとあんまない、あ、住所載ってないやつ、お手紙のね、住所載ってないやつくれたりね、いっぱいしたので、本当に直接お礼が言いたくてありがとうございました。こういうのはね、誕生日当日にしろっていう感じなんですけどね、ごめんなさい、気が向いたのが今日でした。はぁ、終わった今日のミッションクリアです。普通に話してほしい、ごめんって。
今日のね癖がね今日のBroken English Time がね、続いてしまっているのよ。元気ですか？え、これ見て元気じゃない可能性ある元気です、はい、元気ですあと10日で受験です。頑張れ。そう、ファンのっていうかね、ガチオタ、韓国語で話してください。あ、アニョハセヨしかわからん。アンサランヘヨ、アニョハセヨ、アン、ん、ん、プ、ん、セヨ。待って。苦しくから。チゲ、プゲ、うん。あ、なんだっけ、ちょっと待って、話の流れが。何の話してた？もう忘れた。もうじゃない。韓国語を考えたら話がくそ忘れた。スプラトゥーンどうですか？人生初の X マッチ行きましたよ今。 S プラス行ったから X マッチしてます。さっきもしてた、お風呂入る前に。で、カウントダウン TV の日、誕生日なんですね。おめでとう。フライングおめでとう。中国語は？やわいに、にはお、サイチェン、オンリーしか知りません。テスト期間なんで勉強しろ勉強しろ。フェス何にするんですか？言っちゃっていいの？フェス明日からだよ。イエーイ、スプラノンフェス。フェスは検定落ちました。おい残念だったな。また頑張ろうな。何の話してたんだっけ私は昨日ついに S になりました。マジでおめでとう。おめでとうすぎ。受験受かったの、おめでとう。あ、ちょっと LINE 来たんでちょっと一旦 LINE 終わりました。武器はですね、基本寿司コラなんですけど、時々ちょっとやってはいけないと言われているあのモミジシューターでサブインク積んで、あのトーピードを死ぬほど投げるマンを時々やって、やっぱダメだって言って寿司コラに戻ります。また LINE 来たけど、まあちょっと後にするえのぐぶちまけるやつ。えのぐインクをえのぐって言ってる人初めていたそうね、えのぐぶちまけるやつですよ。あ、そうそう、受験の話をしてたの。そうだから、ガチオタのみんながね、最近なんか受験めっちゃしとるやん、なぜかなんかみんな中3なの、高3なのが多いのかな、わかんないけど。そうだから、みんなね、なんかインスタ浮上できなくてごめんなさいみたいな人もみんないるけど、全然頑張ってね、応援してるよ。応援しかできないけど応援してるよ、頑張れよ。でもインスタライブ見てる暇あったら勉強しろよ。まあね、休憩も大事なんでね。横払いって何が、なんで横払いったいの走ったんか、こんな時間から。演技が上手すぎて舞妓さん本当に感動しました。ありがとうございますね。本当に素敵な舞妓さんちのまかないさん。え、なんかまたちょい英語、嘘、出てた、私出てた今英語。え、無意識無意識、なんだろう英語
なんて言ったんだろう、ファイト、くだらない、ファイト、ファイト、受験生頑張りないよ、私は歯が痛い、歯医者行ってきな。マイコンの着付けって何時間くらいかかるんですか。いや、時間かかります、20分ぐらいです。もうプロの着付け師さんたちがやってくれるんで、もう本当にかっこいい、かっこよかったです。本当に大好きな着付け師さんたち、着付け師っていうのもあれですけど、衣装さんたち。数学が中学1年生の時から赤点で困りますよ。てか赤点っていう概念中学の時ありました？私なかったんですけど。赤点って何？赤点ってどっからが赤点なんですか？あのほら中卒なんで実質ね高校行きましたけどね、赤点とか知らないんですよ。えいちゃんの得意料理はマカッチャンですか？料理ちゃうやん、調理やん。あとマカッチャンはもう20年ぐらい食べとらんやん。落第30点。落第もわからんのよ、落第もなんか漫画の中でしか知らない知識。学歴が全てじゃないよ、そうだよ。30点以下、そうなんだ、へえ。あーそっか、勉強になるな。29点以下、うん、頑張れ勉強、勉強勢がみんな帰ってく感じだね。いいよ頑張れ。すごい重めの、どうしたら本当にしたい仕事を見つけられますか。いやー重めの質問が来ましたよ。皆さんどう思いますか、どうしたら本当にしたい仕事が見つかりますかね。ねえ人それぞれなんでね。お前も言いましたけど、したいことがあるっていうのはそんなに立派なことではないです。したいことがなくても生きられる人が一番強いっす、マジで。え、話した、話し方も癒される、嘘。こんな、あ、ルー何柴さんって言おうとしてるんだ。ダメダメ、失礼失礼みたいな喋り方でも癒されるって言ってくれてありがとう。どうしたら素敵な人に出会えますか。もう出会ってるかもしれないわよ。人それぞれですけどね。本当全部ね、人それぞれっていう答えが一番正しい答えだと思う。そしたら出会える。出会えなくても幸せに生きてこうぜ。どうしたらスピッツのライブに行けますか。面白い、めっちゃ面白い。家族、友達、裏垢知らんけど、とりあえず全部使え。カタカナでスピンって面白いね。スピン、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 スピン。
ソピン？ソピン？裏垢はちょっと違った。裏垢じゃないか。嘘、3月1日の卒業式、愛ちゃんの写真連れて行きます。ガチオタやな。めっちゃガチオタやね。見届けるわ。最近ずっと食べちゃうんです。太っちゃいそうで不安です。一人暮らししてます。あのね、一人暮らしするとね、食べなくなるんですよ。親と一緒に住んでるとね、勝手に出てくるやん。あれ食べるじゃん。だから痩せたいなら一人暮らしすればいいんじゃないかな。これも人それぞれですけどね。はい、ダイエットとかしてますか？この前ね、お正月実家で食べ過ぎて、あの見た目3キロぐらい太ったんですけど、ヘアメイクさんにこう死ぬほどマッサージされて、なんかすごいマッサージすんなと思ったら消えないっつって、お肉が。だからめっちゃ多分シェービング入れてもらいました。シェービングは違う、ソロボシェアン、影入れてもらいました。あで痩せた、ダイエットね。そうそうそう、食べない。食べずにいたら戻りましたね。あ、食べないっていうのは絶食じゃなくて、私あのお家にいるとめんどくさくてもうご飯作らないんですよ。だから食べる量が自然とね、もう納豆ご飯とお味噌汁サラダだけとかになっちゃうから、勝手に痩せていく。あと毎日お風呂入ってるのもいいのかもしれない。シェーディング、そう、シェーでしょ、そうだよね、シェードだよね、そう、シェードかシェードか分かん、一緒だと。シェーディングね、シェーディング。お風呂もご飯もめんどくさがりやん。本当だ、私生きることがめんどくさいんです。あの生きるっていうのはその何、必要最低限の生活がめんどくさいんですよ。だから漫画読むとか、カフェでチルとか一生できるんですけど、生活がめんどい。洗濯とか掃除とか。もう寝ます、おやすみなさい。めんどくさいよね。でもだからやってる時は私偉いって思ってますよ。いつも褒めてるよ自分のこと。すごいわかるでしょ、嬉しい。コップどこの可愛いでしょ。いつもお世話になっているヘアメイクさんにもらったんですよ。あ、すごい、また好きな人に雑に扱われています。あ、離れるのがいいのは分かっていながら行動に移せない自分が嫌になります。もう分かれろ、離れろ、私に言われたって言え、離れろ。離れたらすぐ幸せになれるよ、マジで。そういう時は心ではもう分かってるんですよ。分かってるけど行動に移せない時は決断しましょう。分かれる。うん、酔っ払ってません。今日飲んだのはコーン茶とコーラだけです。すごいでしょ。よくシラフで酔っ払ってるって言われるんで、飲酒疑惑立つんですよいつも。10代の時に打ち上げでハイテンションになりすぎて、橋本さんお酒飲んでないですかってめちゃくちゃスタッフさんに心配されたことがあります。でお酒飲むと逆にローンになりますね、落ち着く。愛ちゃんコーラ飲むんだ。もうコーラしか飲まんよ。
お店行ったらね、お家では飲まないんですけど。あ、そうだ、スプラのフェス何したんですか。そうじゃん、話思い出さなかったら多分それじゃない。あ、フェスね、フェス、今回はチョコレートね、バレンタインだから、ミルクチョコレート and or ホワイトチョコレート or ビラ、ビラチョコレート、ドゥルダン、ミルクチョコレート just ミルクチョコレート only yeah。いや絶対さ、ミルクチョコレートの方が一番多いやん、人知らんけど。長い脱線だったな、本当だよ。20分ぐらい脱線してたわ。一緒です、イエーイ、一緒だねーよ、絶対一緒だよ。敵です、マジ敵、ぶっ潰す。ハイテンション相手初めて見たかも、マジで。じゃああれですね、インライ初心者、初心、ん、初さ、ん、初参加、ありがとうございます。なんか英語進化したくないですか。なんか英語進化したくないですか。そっち日本語退化しとるやん、ちょっと。あのね、発音は好きなんですよ、なんかそれっぽく言うのが好きなんで、真似するのが好きだからね。別にチョコなんか欲しくないんだからな、じゃないのよ。別にチョコなんか欲しくないんだからな、じゃないのよ。あげねえよ、芋虫じゃねえよ。なんだよお前、芋虫ってなんだよ。2児の男の子の母、毎日ヘトヘトです。わー、大尊敬、お疲れ様です。本当に教えてほしい。もしさ、自分が子供をさ産むってなったらさ、この今一人の何満喫してるこの床の上に、床の上になんか動物がいると思うとさ、私は生きられるのかと不安になりますよ。そんな中本当すごいです、お母さん、全世界のお母さん拍手。酔ってますか、酔ってません、水です、これは完全なるウォーラーです。あ、こぼれな、こぼれ。This is water。 ん？二児の子供側ですね。お母さんいたわってあげて、じゃあ二児の子供側です、やばい。まあね、二児の子供側も頑張ってるからね、みんな頑張ってるから。焼酎やな、今日友達にも言われた、その英会話してくれた友達に。水をさ、いつも私、いつも私はさ、水をさ、はって言って飲むわけよ。これ本当にいつもないよ。そしたらみんなに本当に 100% でお酒かって言われるんだけど、そう、なんで水を、なんていうの、水をはーって飲むのはそんなにこう珍しいことなんですかね。で、なんでじゃあお酒の時だけみんなはーってなるの、なんでその水の時ははーってなんないの、それだけ教えてほしい。熊本の方は水で酔えるんですか。そうね、熊本のね、地下水美味しいですからね。何時までやるの。そうね、みんなが眠くなってきたから、ちょっと日本語もおかしくなった、みんなが眠くなってきたらかな。まあさすがに12時前ぐらいには終わろうか、眠いしね。爽快感の違い分からん、だって水爽快感あるじゃない、喉越し、私喉越し分からん。
水も酒も喉越しはあるやん、喉を越すやんだって。人それぞれです。あ、大正解ですね。大正解です。それが人それ、私はそうなん、それだけ。英語の方が馴染んできた、んなわけあるかい。人によるやろ、ね、みんなが人によるやろって、そんな冷たいことしなくてもいいじゃん。水の美味しさに気づかないからだよ。なるほどね、わかんないけど。おやすみなさい。結局やっぱその謎は解けなかったな。喉越し、喉越しなのかな。あー、コーラ飲んで喉がクーってなるのが喉越しなの。あ、これってやつね。あー、はいはいはい。ただし水でこうなるんだよな。分からんな、水が好きだからかな。そうかもしれん、水が好きなんや。こんな自由な会話すごすぎる。あ、すごすぎる、ん、すごすぎる。自由か、しょうがないよね。申し訳ない。もうトークテーマもう最初でクリアしちゃったからな。白湯飲める人ですか。白湯、まあ、飲めますけど、白湯飲む機会がないです。もう朝起きたらもうすぐに水をもう温める時間とかない。めんどくさいから。だって枕カバー毎晩変えてますかって。何変えてます。一応ね、一応ね、変えてますよ。枕カバーはやっぱ清潔に生きていきたいから。いつも何時に寝てますか。いつもはこの前は3時ぐらい寝ましたけど、今日は頑張って1時には寝ます。インラインするといつも眠くなるよね。めんどくさがりですか。いや、めんどくさがり、アイアンめんどくさがりです。ブリッジできる。はい、できますよ。夜行性ですか。 Yes、 夜行性です。朝起きれんし、朝の意味がわからん。朝はあれ何をする時間。朝この前6時に起きたんですけど、何すればいいってなって、知らない間に4時間経ってましたよ。え、10時みたいな。いつも起きる時間と。あ、杉咲花のサツキューどうでしたか。だって楽しかったよん。そうだ、花ちゃんのサツキューがもうすぐ多分放送、放映、あ、されるんで、ワウワウかな、ぜひ見てください。私はもうちょっとしか出ないんですけど。毎日5時半起きです。ありがとう。番宣適当。ごめんなさい。はなちゃんかわいい。 I think so too。 Yeah、 もう間違いない事実。カウントダウンの日合格発表の人多いな。ドキドキですね。祈りを捧げる。エステ行ってますか。
エステは行ってないですね。多分エステ行ってないな。行ってない。多分ね。時々行ってる時もあるかもしれない。久しぶりにギャルピしてほしい。あー関節が限界。こうすればいける。そうなのって別に誰もあれに言ってないんだけどさ、推しのね、推しの配信の方がいらっしゃるんですよ。声だけなんですけど、その人もう毎日ね更新される動画を楽しみに見てるんです、私は。でその人の生配信ね、たまたま巡り会えたんですよ。わっ今生始まったと思って見てて、でねもうねちょっと魔が差してねコメントを書いたんですよ、なんとかなんとかって。そしたらね読んでくれたんですよ。いやなんて書いたか忘れたけど、もうそれだ、もうその時ねうおーってなってね、そのみんながねいつもねコメント読んでくれたらね、んコメント読んでもらって嬉しいって言ってくれる気持ちがねすごい分かりました。コメント読んでもらえるってあんなに嬉しいのね。なんあれやばいねあれやばいよね。承認欲求なのかな、なんかすごい満たされるっていうかさ、あふなんか危ないよね、あれ危ないエキスだよね、あの欲求。ギャルピに加えてピカチュウもお願いします。懐かしいな、ピカピ。これしかもう、これ私この前独り言で言ってて自分でびっくりしましたね。ピカピちゃちゃちゃピカピサトシ、もうこのピカピが好きすぎるんですよ。わかります、みんな分かってくれて嬉しい。存在の証明まではいかんけどそうな、誰かにとっては存在の証明なのかもしれない。あちょっと待って、また LINE 来ました、読みます。